広島県の北部、庄原市と神石高原町にまたがる大石峡。渓谷沿いに豊かな自然が広がっています。この森で探しているのは、あ、ここいますね。あ、いますいます。探していたのは夏鳥。先月、この季節にしか見られない夏鳥の探鳥会が行われました。夏鳥とは、春から初夏にかけて飛来してくる渡り鳥のこと。その中でも大石峡の森で見られるのが、今の時期はキビタキですね。名前の通り黄色が鮮やかなんですけど、鳴き声がすごく綺麗で、見た目と鳴き声で、まあ、夏鳥の一番のあれですね、人気者ですね。キビタキは東南アジアから渡ってくる夏鳥。大きさはスズメと同じくらい。森の中で見分けるポイントは、姿を見て探すのはこのちっちゃい鳥だからほとんどできなくて、鳴き声で鳥の種類がどれだけわかるかというのがポイントで、探し始めてまず聞こえてきたのは、ケラケラと言ってたのはキツツキの仲間だと思うんですが、キツツキの一種、アカゲラ。この森ではアオゲラやコゲラなど、いくつものキツツキの仲間に出会えるそうです。キビタキですね。高い木。参加者がカメラを向けたその先には、見つけました、キビタキです。鮮やかな黄色の姿でさえずりを響かせているのはオス。森の歌姫とも呼ばれる美しい声でメスにアピールしています。さえずりが聞こえるのは多分6月の終わりか7月のぐらいで、日本にいたとしてもどこかに行ってしまいますね。豊かな自然を求めて渡ってくる夏鳥。森で新たな命が生まれ、秋には越冬地へと旅立ちます。鳥のさえずりに耳を傾けることで自然を守り、生き物との共存を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。